こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらにあるおもちゃね、何か知っておりますでしょうか？そう、トランスフォーマービースト覚醒のおもちゃでございます。で、もうビースト覚醒といえばもう今年の夏に放映予定のね、激アツ映画でございますね。で、ここにあるのは海外版のものとなっております。海外だと日本より一足先に発売されるおもちゃっていうのが結構ありまして、それを今ね届いたので見ていこうかなと思います。でちょっとその前にね、はい、これと、はい、このこれは日本で発売されたやつなんですけど、まだこれレビューできてないんですよね。まあ、とりあえずはちょっとこのデラックスクラスの2つバンブルビーチーターと覚醒チェンジャーアーマーセットのバンブルビーアーシーをまずはレビューしてから、この後ろにあるやつをレビューしていこうと思いますので、ちょっとねお待ちいただければと思います。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。まずは多分この中で一番早く発売されたのこれですかね。はい、こちら見えますか？はい、スタジオシリーズの101番スカージとなっております。これねちょっと箱の大きさわかるかな。このデラックスクラスサイズのやつを前に置くとこんな感じなんですけど、いやわかるかな、めちゃくちゃ箱大きいんですよこれ。この例え伝わるかわかんないんですけど、パワーオブザプライムのオプティマスプライムとか、オプティマスプライマルぐらい箱大きいんじゃないかなと思います。結構、でも何年前だあれ。結構前だから覚えてない人も多いかもしれないですね。いや、何で例えればいいんだろう。最近このビースト覚醒以外トランスフォーマー買ってないんで、リーダークラスのトレーラー付きオプティマスプライムの箱よりも大きいですね。っていう、ちょっと大きさがね、あんまり、伝えられないかもしれないんですけど、めちゃくちゃ大きいです。はい。っていうことだけですね。はい。で、大体この、あれなんですよ。なんか窓がない、でこのおもちゃ飛び出してるパッケージなんですけど、このスカージはおもちゃ飛び出してないパッケージですね。なんですかね、高価格帯だからとかなのかな、ちょっとよくわかんないですけど。はい。であとはこれちょっと変わり種としてちょっと面白いんじゃないかなと思って、このマスク、バンブルビーとオプティマスプライマルのマスクなんですけど、仮面か頭につけられるやつなんですけど、さすがトランスフォーマー、ちゃんと変形するっていう、このマスクにもなるし、このロボットにもそれぞれ変形するっていう、ちょっとイカれたおもちゃですね。いい意味でね。はい。っていう、まあこの海外のキッズ向け商品ですかね、これは。いや、という、これもね、ちょっとシンプルに面白そう。はい。で、次はこの上のやつですね。黄色いパッケージで、トランスフォーマーライズ・オブ・ザ・ビースト、ジャングル・ミッション3パック。で、これ、バズワージー・バンブルビー枠で出てますね。はい。で、これが、チーター、ナイトバード、ホイールジャックっていう、激アツラインナップ。この、ナイトバードとホイールジャックって、結構、なんだろうな。このおもちゃ、今のところ全然出てないので、めちゃくちゃ激アツですよね、この並び。で、このチーターに関しては、こっちの、はい、デラックスクラスチーターと多分同じ型だと思いますね。このパーツの配色とか見る限りね。はい。同じデラックスクラスだと思います。まあ、っていうね、はい、このジャングルミッション3パック。まあこのデラックスクラスが3つ入ってるよっていうものですね。そして、はい、こちら、激アツ商品、これも。はい。オプティマスプライマルのボイジャークラスですね。の商品となっております。これ、タカラトミーモールで、日本のね、タカラトミーモールで予約が、開始されて速攻で完売してた商品になっております。はい、なのでもうめちゃくちゃ人気のおもちゃですね。ボイジャークラスで見た目的にももうなんかすごいクオリティ高そうな見た目してます。はい、じゃあ次、はい、こちら同じくボイジャークラスのオプティマスプライムですね。でこれも新規で今までとの出たオプティマスプライムのどれとも違う型、で新規の型でボイジャークラスですね。でこれもさっきの、オプティマスプライマルと同じく宝富モールで、予約開始されてもう速攻完売してた、売り切れ状態になってたっていう商品になっております。まあ、っていうこの流れを見てなんかやっぱりビースト覚醒結構来てるんじゃないかなと思って、国内で、まあ、国内外ですね、で日本でも今結構盛り上がってんじゃないかなって個人的に思ってるんですよね。なんかツイッターのトレンドにも結構ビースト覚醒っていう風に出たりとかもしてたので、なので結構ねこのビースト覚醒の映画とかねおもちゃをこう待ちわびてる人結構いるんじゃないかなと思って、はい、僕もその一人なので、やっぱこれを機にまた盛り上がってほしいなと思います。でこの、海外版をね僕買ったんですけど、ここで1個気になること、皆さんが気になっているであろうことが、この中でじゃあ日本展開するやつはどれなんだっていう話ね、気になっているかと思うんですけれども、まずこのオプティマスプライマルとオプティマスプライムはさっき言った通り宝富モールでもう予約が開始しております。もう売り切れてるんですけれども、例えばトイザラスとかそういうおもちゃ屋さんに発売日に行ったら店頭で買える可能性がありますね。トイザラスとかなんか電気屋さんとか、そういうおもちゃ売り場とかでね、買える可能性があります。で発売日は6月の24日土曜日です。はい、なのでそのもう日にね朝早く、いやここが分かんないんですけど。結構最後の騎士王とかロストエイジの時って店舗で並んでも買えないっていう時期あったんですよ。そのめっちゃ人気のおもちゃだと。だけど今結構落ち着いてるんですよね。でも落ち着いてるからといって次の日行って買えるっていう保証は全くないんですよね。この人気なんで。っていうところがちょっと今年のトランスフォーマーの実写映画商品のちょっと分かんないとこですね。なので不安な方はもう当日の朝並んでおもちゃ屋さんでねで買うっていうのが確実なんじゃないかなと思いますね。そしてあとはこれかな、スカージ。このスカージも宝富モールで予約が来てますよね。宝富モールで発売日が8月下旬となっております。結構後ですね。なので、今ね売り切れちゃってるのでこれもまた店頭に行って、買うっていうね予約してない方はっていう感じになるかと思います。でこの2つですよね。この3パックとこの仮面、仮面欲しい人あんまいないんじゃないかなと思うんですけど、仮面は出ないんじゃないかなと思いますね。なんか日本の子供たちがこの仮面つけてそれを変形させて遊ぶ姿があんまり想像できないっていうなんか日本展開しないんじゃないかなとは思ってます、仮面に関しては。はい、でこの上の3パックなんですけど日本でどう出るのかっていうのがちょっと分かんないですね。個人的に予想なんですけど、もうすでにこのデラックスクラスでこうチーターが出てるので、こんな感じで単品売りでナイトバードとホイールジャックもデラックスクラスとしてこう単品売り今後されるんじゃないかなとは思ってます。多分発売されないってことはないと思うので、結構主要キャラなのでこのね、ナイトバードとホイールジャックっていうのは。なのでデラックスクラスのこの2人が出ないってことはないと思いますけど、まあ、どんな形で出るかはちょっと分かんないですね。うん、今までの流れからすると多分単品売りデラックスクラスで、されるんじゃないかなとは思っております。まあ、ただね、まだ予約とかはね、何も情報来てないので、ちょっと断言はできかねるんですけれども、そんな感じですかね。はい。まあ、ということで、いかがだったでしょうか。なんか、この中でね、早くレビュー見たいっていうようなものがありましたら、ぜひコメントね、していただけると嬉しいです。皆さんも、この中でなんか欲しいのとかあったらね、ぜひこうコメントしてみてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。